日本の映画もね、はい、知ったんですが、一つがハラハラ何なのか、でもう一つがマンチェスター・バイ・ザ・シーです、はい、なんか私よく知らないんですが、この2つの映画についてちょっとはい、ご案内いただけますでしょうか。はい、ありがとうございます、はい、実はこちらのハラハラなのかという作品なんですけど、これ千曲市、こちらの長野県出身、千曲市出身の25歳の女性の方が、坂井舞監督という監督が、撮った作品で、長編の商業デビュー作品なんですが、千曲市の監督なんですか。そうなんです、非常に地元なんですね。そうです、それでこうちょっと見た目通り割とこうテンションが高くて、なんですかね、ティム・バートンっていう監督ご存知ですか。すみませんでした例えばそうですね、ジョニー・デップが出てくるチョコレート工場のこういう映画ってあったりとか、割と華やかな、ミュージカルタッチの本当にテンポのいい映画なんですが、その監督が大好きなんですね、その坂井監督っていうのは。でそれをすごく、に影響をされていて、で割とその自主制作映画だとこうなんていうんですかね、暗めの淡々としたこう 内面を描いた映画を撮る監督って多いんですけど、こういうなんてエンターテインメントを意識した作品を撮る人ってなかなかいないんですよ。で非常にセンスもよくって、でどういう内容かっていうと、13歳の女の子が女優を夢見るお話なんですよね。でその中でその親自分 そのメンタルの部分での葛藤とか、非常にこう雰囲気は軽めなんだけど真面目な映画で、その作品が、当館で6月10日から1週間、はい、上映があります。なるほど、ね、はい、すいません、そうですか、ちょっとざっくりで申し訳ないんですけども、はい、じゃあ、ちょっと私見てみますね、これね、ぜひぜひ、はい、で10日にはですね、この監督の舞台挨拶もありますので、ぜひ、はい、よろしくお願いします。はい、とりあえず千曲出身の監督というところがね、はい、なんかすごく惹かれますよね。いや、すごい誇りに思ってほしいなと思います。